毎度こうじやです。山崎工学さんのところで、再研磨していただいた、8枚玉ズミクロン付きの M3 のセットになります。キャップはオリジナルと思いますが、このテレンプですねが変えてあるようです。M3 用のメガネ付き、まあ M3 じゃなくても使えますけども、一応 M3 用メガネ付きの、ズミクロン 35mmF2 カナダ製165万台ですね。これ中玉がちょっと曇ってました。これまあよくある8枚玉によくある感じのプツプツというかねが出てたんですけども、まあ、そのままでも使えないことはなかったのですが、今回久しぶりに山崎工学さんに出してみました。非常に綺麗になりました。全く問題ないと思います。まあ、多少のカビ跡みたいのはありますけども、まあ、全く使う分には問題ないレベルだそうです。抜けも当然いいです。メガネもまず多少曇りはあると思いますが、いい方だと思います。絞りもきちんと動いてますし、ヘリコイドもスムーズです。無限のロックも効いてます。でこちらが、まあ、値段ちょっと隠しましたけども、山崎工学さんで修理した分です。まだできてきたばっかりです。この修理表もお付けします。ボディは M3、M3 の102万台、まあ、まずまずですかね。まずまず、まあ、こういうとこは多少素ではありますが、まあ、全体的にはまずまず小綺麗な感じだと思います。まあ、革はこういうところは多少補修があると思ってください。ただ全体的には悪くないと思います。セルフも動いてますね。大丈夫です。でバルブ、1秒ですね。1秒もいい感じです。2分の1、4分の1、8分の1、15、30、軽やかですね、60、巻き上げもなかなかスムーズだと思います。小刻みも大丈夫です。カウンターの戻りも OK ですね。今250、500で1000ですね。1000も空いてます。空いてます。大丈夫ですね。シャッター幕も、まあ、特に問題ないと思います。綺麗ですね。ファインダーはちょっと接眼部のところに汚れがここですね上がります。ただ普通に覗いてる分にはほとんど問題ないと思います。こちら距離計ですね。ちょっと見にくいですね。距離計です。距離計は結構明るく見えてる方です。
二重像もはっきり見えてました。多少ゴミっぽいのが入ってますけども、それほど悪い感じではないと思います。視野の切り替えですね、これもきちんと出てます。前から見るとちょっとした汚れと、あとはやっぱ接眼部のところにこの右上ですねがちょっと汚れが出てます。ただひどい感じでは全くないです。トップカバー綺麗ですね。メッキも綺麗ですので、パッと見は備品でもいけそうかなぐらいの感じはあります。メガネをつけますと当然この分ガラスが増えますので、普通にファインダー見た時も多少曇ったような感じに見えないこともないですけど、まあ全然普通に使える状態でした。あとピントもぴったり合ってましたので全く問題ないと思います。メガネ付きの M さんはなんかこう兵器みたいでかっこいいですね。一面だけコーティングが違うのが分かると思います。多分これが再コーティングした面じゃないかなと思われます。非常にピントが良かったです。試し撮りしましたけども非常にピントがいいレンズになりました。セットになります。